私 YouTube から、たくみさんっていうスタッフの人がね、ずっと俺の YouTube 動画化してくれてるんだけど、喜びますね。ワドのこと応援したいって言って。YouTube チャンネル登録ぜひしてください。あっち側も頑張ってるんで。喜びます、スタッフのたくみさんのおかげですね。何の動画から見つけたんですか？嬉しいですね。そうやって新規の人が来ていただけるようになると、外部から。おはようぐのこっちょ。おはよう。あ、緑やん。緑やん。それ俺の YouTube じゃなくない？俺の YouTube 下に書いてあるやつだよ。URL。俺のサイトじゃなくて人のサイトじゃないのそれ。俺の YouTube も登録して、多分それ俺のじゃないわ。多分俺のを勝手に上げてる人がいるの。緑やんを検証ってやつ。最後にコメントみたいなの入るやつ。ああ、そう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 。コントっていうか、俺の音声が入るやつは俺のチャンネルだね。この URL で飛ぶやつは俺のチャンネルっす。うん、ありがとう。チャンネル登録ありがとう。うん、合ってたね。よかったよかった。孫子のろあのさ、俺結構孫子の件に関しては迷惑してるんだ。正直言うと、俺そういうネタっぽいの好きじゃないのね。で、俺孫子が白血病だったのこの前知ったんだよ。で、俺そういう病気をネタにするのとかあんま好きじゃないし、なんか和道の呪いとか言ってるやつらも、それをネタにしてる孫子もどうかと思ってるの。俺はそういう病気とかをネタにするのとか嫌いだから、やめてほしいんだよね。俺も風邪ひいて困ってるし、本当にその白血病の人とかも、あれは気分良くないと思ってて、うん、俺はそういう悪ふざけがあんまり好きじゃないから、ちょっと迷惑してる、正直言うと。それを本気にしちゃって、なんつうのかな、なんか呪いがどうのこうのとかネタにしてる人とかいるけど、そういうの信じちゃう人いるから、うん、ちょっと、それはないんじゃないかなっていうか、ちょっとやりすぎじゃないのっていう。俺孫子が白血病になったからアンチがすごい増えたの。今まで普通に見ててくれてた人の普通に放送妨害なんだよね。ちょっとあのやり方は俺はあんま好きじゃないですね。配信者としてどうかと思います。なんか別に自分のことネタにしてるからいいじゃんっていう風に考えるのかもしれないけど、他にも白血病の人とか嫌がる人多いと思うよ。俺はあんまり好きじゃないですね。普通に見ててくれてた人がなんか孫子に呪いかけるなとかさ言ってくるけど、そういうのをネタに感じれない人とかもいるから、
俺は正直あんまり気分良くないっすね。 なんか俺は別に孫子のこと呪いかけようなんて思ったことないし なんかそういうのはやめてほしいですね。むしろ白血病なの全然知らなかったから、俺はそういう病気とかネタにしないです。だけどそういうことをするんだって思われるのも嫌だし、あれは自分の放送で訂正していただきたいですね。ちょっと。孫子の放送での訂正を求めます、本当に。非常に迷惑をしてます。できそうだね。早く治ると嬉しいね。早く治さないと大会までに間に合わないよ。おはようございます。詳しくは知らないんですけど、キックボクシングの大会に出るんですね。頑張ってください。ありがとう 頑張ります。キックボクシングっていうか、配信者の格闘技祭みたいなのに出るんですよ。配信者格闘技祭で、ね、キックボクシングの正式な試合ではなくて、ルールがムエタイルールなだけですよ。ああ、ぜひぜひよろしくお願いします。頑張ります。ありがとう、見てくれる人。ルイさんいらっしゃい。
ありがとうございます。もし面白かったらフォローしてください。ありがとうね。これですね。このイベントに出ます。インターネット配信者格闘技祭ということで。よろしくお願いします。うん、いってらっしゃい、ちでちゃん。お疲れ様です。おー、ともちゃんはどっち？風船25個ありがとう。うん、これこれ。あ、ごめんね、信者ナンバー103、全然面白くないから、ちょっとコメント控えていただいてもよろしいですか。マジで全然面白くないんで。目赤い？花粉症は持ってないはずなんだけどね。花粉症は持ってないはずなんだけど。あ、 ありがとう。サンキュー。熱々熱々。ありがとうね。初見さんいらっしゃい。加賀、加賀焼きさん、加賀焼きさんいらっしゃい。僕は有名かどうか分かりませんが、ワードですね。よろしくお願いします。有名かどうかは分かりません。自分花粉症なんだ。そっかそっか。
俺は花粉症持ってないけど慢性鼻炎です。あのブロック入れますよ。あのうざいです。あの放送の邪魔しないでもらってもいいですか。孫子に関しては迷惑してるってコメントしましたよね僕。あのそういう病気をネタにするのとかあんまり好きじゃないんで。髪型変わって、いや前髪下ろしてるだけだよ。あのもういい加減にしてください。迷惑してます僕は。あの言われのない誹謗中傷とか別に呪いなんてかけてませんし。あの放送でそういう配信者は最低だと思いますよ。やめていただきたいです。迷惑してます僕は。おはよう。おはよう。ふわっちゃんあんま見ないけど、ワドさんふわっちゃん配信者でも正統派で筋通ってるイメージ。ああありがとう。いやでも別にそんなに普通の配信者多いですよ。最近ニコ生からの流れでニコ生っぽい流れですけど、もともとニコ生でよっさんがやる前まですごい落ち着いてるサイトで、すごいやりやすいですよ雰囲気。優しく見える。ありがとう。あとちょっと痩せたんだよね。お腹もだいぶ引っ込んで顔もシャープになってきたから、それも影響あるのかなとか思うけど、もともとね短髪が多かったからね。最近髪伸びてきたけど、ニコ生はもともと3年ぐらいやっていて、もう半年ぐらいずっとふわっちに引っ越してきてから1回もやってないですね。たまにはやろうかなとかちょっと思ってるんですけど、なんかニコ生が全然活気ないからどうなんだろうなと思って。配信に芯があってブレないイメージ。いやいや全然全然ブレまくってますよ。ブレまくってるっていうか、まあ僕の場合その配信で飯食ってきたいっていうのがきっかけだったんで、喋りで食ってければあの手段だったら何でもいいと思ってて、ただまあ現実的だったのが配信かなとか思って、で始めたのがきっかけですね。あの喋りで食ってくにはどうしたらいいだろうなと思って、喋るのが好きなんですよ。でまあ YouTube とかも考えたんですけど、YouTube はもともと7年ぐらい前に、そう YouTuber っていう概念がない頃から顔出しやってたんで、ちょっと違うかな。一回経験したことは面白くないですからね。で生主やってみようと。まあ生主って言葉も知らなかったんですけど、始めた当初は。ああまああのプロ名乗らせていただいてますね。配信に関しては食えるようになったんで。結婚してないですよ僕。未婚です。今これで生計を立ててるんで、まあ一応プロなんじゃないですかね。まあ他と比べてっていうのが、その他が誰なのかにもよると思うけど、全然プロ意識持ってる人いっぱい見てきてるんで。しつこいんでブロックです。さよなら。後ろに誰かいます。リスナーさんがいますよ。のんちゃんがいます。サラさんいらっしゃい。寝る時間に配信ない時に配信履歴あるのが本当に助かります。できればね YouTube で見てもらえると嬉しいんだけどね。俺のお小遣いにもなるし、
0.1円とかさ。うん。ともちゃんね、できればね、ログは YouTube で見ていただけると嬉しい。だから仕様が変わって、公開してないと1ヶ月で消えるっていう仕様に変わったんですよ、YouTube が。あ、YouTube じゃない、ふわっちが。だから、それで無理やり公開してるんだけど、ログを残すために。あ、お化けじゃないよ。のんちゃん。タバコねえな。タバコ買いに行こうかな。お、ドクトル X だ、いらっしゃい。いらっしゃい。YouTube の配信、順番通りですか？新しいの探すの大変だった。配信通りなんだけど、検索の仕方がね、ちょっと癖があるんだよ。マイチャンネルっていうのがあるでしょ。チャンネル？ YouTube の俺の動画がいっぱい残ってるやつ。それの上のタブの方に動画っていうのがあるの。多分、おすすめ順みたいなのになってると思うんだけど、動画っていうのをクリックすると、その新着順で並んでる。タバコアメスピだよ、俺。格闘技頑張ってください。夜勤中ちょこちょこ覗いてました。仕事戻ります。うん、ルイさんありがとう。頑張ります。また遊びに来てね。コメントありがとね。タバコ買いに行こうか。ちょっとこの枠終わったらタバコ買いに行く。外配信に行きます。YouTube はね、アクセス数が多い順番とかで、順番入れ替わっちゃうんだよ。最初のトップページ。それを動画っていうのをクリックすると、新着順でバーって並ぶから。意外と知らない人多いんだよね。なんか、そう、YouTuber がこの動画をおすすめしたいとか、この再生数伸ばしたいっていうのを順番任意で選べるように設定できるから、埋もれちゃうんだよ。まあ、新着順で並べるっていう方法もあるんだけど、なんか肺の便がバカバカだよ。先生、なんて読むのこれ。高坂町。にゃんこ先生って配信者のにゃんこ先生？高坂、なんて読むんだこれ。読み方がわかんないな。風船23個ありがとう。なんて読むのかわかんないな。ちょっとごめん、その人わかんない。知らないですね。なんでですか？じゃあみんな、タバコ買いに行く配信に切り替えます。ありがとうございました。お疲れ様です。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんねん、もう。